前、パラの使い方的な運用方法的な動画を上げましたけども、今回はそれ以前の問題、タップ打ちの、練習方法についてちょっとやろうかなと思います。まずタップ打ちとは何ぞやというところからね、説明したいと思いますけどもね、まあ、これは知らない人の方が少ないんじゃないかな。一発ずつ打ち出す、これをスピードを上げて、こんな感じで、あ、やべ、止まった。こんな感じで打つのが、一応タップ打ちっていう打ち方かなと思います。僕はフルタップっていうのは、要はこれをずっとやってるっていう、まあ、やつですね。はい、で、これの練習方法ですけど、まあ、皆さん、パラが使えないっていうことはね、いきなりパラを実践に持っていってね、使えない使えないって言ってる方が多いと思いますけどね、パラは練習しないとダメです。これはもう僕の経験から言います。練習しないとダメです。使えません。理由としては、出るかな。あ、ちょっとなったね。今みたいにタップ打ちしてるつもりでも2発出てたりとか現象が起きる時があります。僕でもあります。なので、これを極力少なくするために、まず一発ずつ打ち出す練習っていうかですね。まあ一発ずつ打ち出す練習、ゆっくりちゃんとパラを使った方がいいですね。これはパラを使って一発ずつ丁寧に、まあ他の武器で他の武器でね、指切りの練習とかするときにもね、よく使うと思うんですけど、丁寧にこう一発ずつね、打っていく。あ、やばい、早すぎ。こうね、他の武器で例えばバーストをするときはこうなんかね、2点バーストだったらこう2点打って、これをだんだんこう間隔を縮めて2点バーストにするみたいな練習方法がありますけど、パラのタップ打ちも一緒です。一発ずつ丁寧にまずはね打っていきましょう。で、これの間隔をどんどん縮めていきます。っていう感じですね。で、これを徐々に使って、あとだんだんね、これぐらいだと大体僕が前の動画で説明した15メートルの戦い方ぐらいの、スピードですね。で、まあ大体この一発ずつ打ち出せるようなできるようになったよっていう人、次のステップへ進みましょう。次はパラは使えません。ハンドガンを出してください。できるだけ連射力の高いハンドガンを出してください。ルガーだったりとか57だったりとかっていうのがいいかなと思います。ない人は、AK47 でいいかな。 AK47 がいいと思います。これを使ってできるだけ早く弾を、マガジン打ち切りましょう。あ、やば。ダメ、もう力むとね、まあこんな感じになりますけどもね、自然に割と球が出せるようになるといいかなと思います。これをねやって、こうある程度早く打てるようになりましたっていう人は、次第3ステップで、いよいよパラを使ってタップをしてみましょう。あんまり早いとね、ガバガバになっちゃうんで、ある程度の、遅さというか速さというかを保ちつつ打ち出しましょう。はい、こんな感じになります。まあパラは練習次第で本当に化ける武器なので、皆さんよかったら、この練習方法を参考にしてね、やってみてください。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。